月刊マリンだ、月刊マリン、はい、そう、それなら分かるないけど、あの方を閉めてじゃあ抜けやいこの家族無理じゃね、このままね。所長です。高知です。のすけです。仲間がいるよ、チューブです。よろしくお願いします。そしておなじみ仲間4号のワンピース大好きデザイナー出口さんにも来ていただいております。拍手お願いします。ようこそ。お願いしますというわけで早速本日のタイトルコールしたいと思います。はい、また輪をかけて面白くなってきたね語り出したら止まらない、細かすぎて伝わらないワンピの好きなところ発表会第3弾アーロンパーク編。拍手イエーイすごいなんかのんべえな感じしたけど、心さんでしたかちゃんとね、心さんに言ったよ。細かすぎて伝わらないであろうワンピースの好きなところを表していく企画です、はい、今回はアーロンパーク編ということで、本当はですね、以前配信したバラティエ編の時に、はい、6巻から10巻ということでこのアーロンパーク編も入っていたんですが、量が多い、2人合わせてくる量がバラティエ9アーロンパーク1ぐらいの割合になって本当になって、俺がなんで言っちゃったのみたいになってそうそう、逆にね。今回はアーロンパーク編ですね、はい、8の終わり際から11巻の途中ぐらいですね、うん、ですね。だまあいいですよ、11巻まで。あ、いいですか。アーロンパーク編それを過ぎるとね、うん、マイナスポイントも出た。うわ、またや忘れてたそれ出口さんには細かいところの感想をねいただきつつ、うん、まあ、出口さんからも全然前回も発表等もしていただいてたので、うん、思いついたのはガンガン話してください、うん、はいはいはい、そして発表後は優勝エピソードも決めたいと思いますので、うん、出口さんちょっと最後決めていただきます、うん、今のところですね、高橋のすけが1勝ずつ、あ、そっか、3回目、うん、シーを決する時がこれはこれ大事だよ、追いたいです ね、 ね。この番組はワンピース大好き YouTuber の高橋とのすけが同じくワンピースが大好きな仲間を探しながらさまざまな企画にチャレンジし、ワンピースの楽しさをより多くの人に伝えていくための番組です。仲間がいる YouTube。 まあちょっと一個オーソドックスなやつ言っていいですか。じゃあ、まあ皆さんも知ってるかもしれないんですけど、やっぱこれ好きだよってとこ、はい、奇跡のルフィ画伯、うん、画伯ですね、はい、はいはい、画伯バラティア出た後に、まあ、アーロンパーク編向かうとなった際に、魚人がいるよという話を予作からされまして、はい、うんうん、でそこでこんなんかなってルフィがまあ書くわけですよ、はい、とにかくすんごいの書くわけですよね、まずね。それを立たせたやつが出るわけですよ、見ろこれはって言って、うん、ね、で出たんだけど、お前それさっきの立たせただけじゃねえかと言って、でラストはナミが人魚かもしれないっていう話をサンジがするんですけど、そこにルフィはナミと書きます、ね、これが伝説のナミ魚人。ナミ魚人、ナミ魚人だ。でなんとこのお方、はい、魚人島で実在します。わー、あー、いた、あー、いますほらこれです、ほら、いたいた、実在するんですよ。これルフィ画伯が起こした奇跡11巻より先のやつ出してますけど、これちょっと違う、やめて、どうなんですか、象徴的には、判定的には、あれ問題なし、ないんかい、ないんかい、今日緩めだぞ、え、今日緩めだぞ、どうした問題なし。出口さんいかがでしょうか、こちら私この魚人島のところに出てきてるの知らなくて、色つくと分かりやすいですね。さらにねカラーリングした人も分かってるよねそうですね、ここはこ、ね、こいつのキャラは絶対カラーオレンジだっていう、これは意識してるよね、うん、サンジ、ルフィ、予作が、まあ、小舟にね、乗ってた時の話をし、本当に最初どうせならしていこうかなと、はいはい、サンジの理不尽な制裁モームが出てくるんですよね、はいはいはい、怪獣ですね、うん、海の、そう、はっちゃんが、はいはい、飯の時間だぞって言って、うん、ぶっぱばぶっぱばって言ってね、はいはい、出る場所を間違って、はいはい、サンジの前に出ちゃうと、はい、怪獣だって、うんうん、出るとこ間違えたって、ね、まあ、ルフィがゴムのピストルするんですよ、はいはいはい、急に飯を狙ってるって聞いたからだよね、そうそう、はいはい、まあ、これも分かるじゃないですか、うん、まあまあルフィ飯の執着すごいし、うん、でその後サンジがお前らそんなことすんなと、コックとしてなんかすごい優しさをね、うん、出していくわけですよ。聞いてるよね、バラティ編がね、はい、そうそうそう、ハラスカしたやつにはね食わせてやるのがコックだ、所長ね、慈悲深き男サンジ、モームがもう食おうとしてるその次のコマ死ねコマ、いや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 
えぇ、ー、これおもろいね。予作のツッコミ最もですよ、これ。何やってんすかって。そうなんでしょ、そりゃ鬼かって。振りがね、しっかり効いてるから、もう効きすぎてて、いいだな。そのバラティーガーの下りで見た時に、ね、序盤だからさ、あんまり後に出てこない単語、死ねが出てきた。そうそう、本当にがっつり言ってるからね。シンプルに言うんですよ。言ってるからね。そうもう一発蹴り入れてるからね。そう、堀江翔太入れてますからね。もうとどめ。これもすごいよね。ジョニーと与作のコンビ愛、それが分かるすごい細かいとこなんですけど、アーロンパークにゾロ、ウソップ、ジョニーが先にこう船で行くわけです、はい、ウソップがアーロンパークじゃないって分かったら意気揚々として、うん、さあ行くぞみたいな、はい、俺たちいっぱいって、まあ、元気いっぱいになる、うん、でいましたよ。で、ゴイングメリー号を船につけろって言った時に、うん、ジョニーがえーって言うわけ、言ってる。で、その左上ね、行かすだろジョニーって言ったら、はい、へーってちょっと流してる、はい、背中で返事してるからね、お前は。で、その後、まあそのコマ進んでいくと、まあ魚人がいたと、うん、やばい魚人だってなって、次のページですね、はい、全速前進、へーい、もうそこのへーいがまずここがおもろいですよね。もう魚人にビビってからのそのまま平常心のへーい。で、その後ですよ、さっきの野助さんの後ぐらいですね、9巻のちょっと後ぐらい。さあ飯だ、いい運動になった、むちゃくちゃ来る人たち、予測ちゃちゃへーい、うわ同じにへーい、てるコンビ愛、一緒にいないのにへーい、すごい返事がヘイ、この2人のヘイが好きですね。サクとジョニーの返事といえばこのヘイなのね。これは細かいね。ここ好きなんですよね。今のところまだ2人ともアーロンパークには到達してないんで、あれまだ到達してないですね。あれまだだった、まだそろそろ到達してない、そろそろ入っていくじゃん。じゃあしていこうか、うん、アーロンパークに勝ち込みに行く、はい、その前前ちょっと注目したくてですね、やっとね、うん、ルフィたちが船で上陸してきて、うん、みんな合流していく場面、うん、まだ3時ついてきたばっかりですよ、うん、バラバラなわけですよ、とにかく、まあ一味とはいえね、うん、そうそうそう、うん、ルフィどっか行く、はい、ちなみにルフィはポンポンちゃんですよ。ルフィの方角の確認の仕方は暑そうか寒そうか、あったかそうな方が南、寒そうな方が北だから。ゾロが珍しく、うん、俺が聞くみたいなね、はい、話は俺たちが聞くってことだと、ね、うん、言った1秒後に寝る、で1秒後に寝る、寝ます。早いよね、まあ、ここで野次君、まあそれは本当に波が手こずるわけだ、はい、という感じで、まとまりのなさをこう強調して起きながら、うん、起きながらの、起きながらの当たり前の後ですよ、うん、当たり前の後、さらにね、そう、当たり前言います、はい、で次の場面全員揃ったわけです、うん、もうね、仲間としての意識って多分あんまなかったと思うんですよ、うんうん、ゾロとサンジャーってね、出会った瞬間からもういがみ合って、うん、ナミさんを侮辱するなみたいな、うん、急に言い合ってましたし、それが一瞬にして、うん、え、もう準備万端なんですかという、うん、この熱さ、うん、でルフィがもう行くぞって言った瞬間にはオンって全員準備できてる、熱っすっていう、熱いね、一気にここでなんか麦わらの一味感が出てきたというか、はい、そうね、確かにね、麦わらの一味だなって感じたのがなんかここら辺なんですよね、僕は。そうね、所長も見ててさ、はい、そのルフィが散歩に行っちゃうシーンちょっといいですか、はい、このスタスタしてるルフィ、はい、結構珍しい顔してる、うん、確かに、あ、そうね、言われてみたら確かになんかこれだって散歩って結構楽しげな言い方をしてたけど、うん、やっぱ思うところはあるんだ、ほんまやな、きっと、うんうん、だから波の過去なんて聞かなくても波がなんか困ってるっていうのは多分分かってるんだよね、顔をしてるなって聞かないけど、何かあったらすぐ動けるようには、うんうん、多分心の準備し始めてる。矢出口さんいかがでしょうか。ここ見るともうアニメのキャラめっちゃ分かりますね。それで言おうと思ってた、え、カメラ言おうと思ってた、当たり前だなと、ドク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 テレテレ、これみんな歩いてるの林の中、テレテレ、なるほどなるほど、演出としてね、テテレテテレテテレテレレテレレ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 レテテ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 、その曲そこまでは知らないんで最初のとこ知らないで、テテテン、野次子とチャボ、この二人の関係性ですね。チャボっていうのは五差の町潰されちゃって生き残った少年なんですけど、お父さんがまあ魚人海賊団にやられちゃって、でまあその事情をこう野次子にまあこう話してると、まず最初ちょっと細かいんですけど、ここのチャボの想像上の R の切り鉢の歯の枚数めっちゃ多い、ごめん
まずね、まず本当は6枚なんですけど、これもう倍以上ありますから、ね、すげえ多い。やっぱもうチャボの恐怖でやっぱめっちゃ こ, これあくまでイメージ映像、イメージ映像ですから、ね。まあ、これチャボはね、やっぱよっぽどアーロン一味にこうね、はい、まあ、怖い思いを、ね、そうね、あるんだろうと、トラウマがあるんでしょう、イメージがね膨らんでる。で、まあ、その後、まあ、チャボは生きていけないと、うん、みたいな感じの雰囲気を出すわけですよ。ただ、まあ、野次子は厳しく、うん、じゃあ死ねと、やばもう結構厳しく言うわけなんですよ ね、 ね、ま、でその後もう一個ねしっかり言うんですよ。もう結構どうなるの、うん、こいつみたいな、まあ、甘ったれた坊主が綺麗なんだと言いながら、うん、その波のこと知ってるからね。そうだね、だからこいつみたいに、ね、真っ先に死ぬことを考えるなあいつが大嫌いなの、うん、まあ、怒るわけよめちゃめちゃ、うん、ただそこで、まあ、チャボは本心を言うんだよね、はい、でどうしたらいいんですか。ここがもうやばい、まずいいね、ここがもうまずね、これはいいね、もうね、うん、結構マイナーなキャラであるんだけど、やっぱ、ね、まあ、ちょっとこう忘れがちだよね、うん、アーロンパーク語る時には。そうなんですよ、うん、マジでこの苦境に立たされたこういった一つのキャラクターのこの生き様っていうのがやっぱ分かるコマで、この後の野次子がちゃんと優しいんですよ。ベルメールから受け取った母性を出して、はい、もうここはしっかり、あ、野次子も子供に対する優しさ、うん、めっちゃあるやんっていう、この厚さ。この後ね、まあ、アーロンパーク救われて、うん、なんとかねこの二人も村で生きていくんですけど、はい、その後ちょっと、まあ、この補填情報なんですけど、扉絵ですよ。何なの629話、扉絵629話、629話、舞台情報、舞台情報、29話、舞台、舞台、大舞台、64巻ですかね、2巻屋さん一緒にやってます。うわー、ほんとだ、このつながりの厚さね、せやな、ここがもう熱いですよ。アーロンパーク編で、まあ、生まれた絆が、うん、まあ、後にこうしっかりとね、まあ、生活を支えるものになっていくという、うん、この熱さですね。ちょっと一個いいですか、はい、ミスを発見した。え、なんで、なんでですか、ミス、やめて、野次子、入れ墨消してない、野次子の胸元にこれ入れ墨入ってますね、うん、入ってますね。さあ、扉見てみましょう、はい、タトゥーなくない、あら、あの、あ、ごめん、あら、ノズ、あら、ノズ、ノズ、ノズ、野次子さん、まあまあ、ナミさんも消したから、ナミさんもここ消してね、ちゃうね、新しく掘ったから、ちゃう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 、ね、そうそうそう、そういうことじゃないの、そこだけ消したんだ、気づいてしまった、うん、ということで、そう、小田一郎マイナス10ポイント、やめろ、小田さんがマイナス、やめろ、小田さんが、ボスケ君どうです、うん、チャボは、海賊にその被害を受けてる人たちのことをちゃんと書くっていう、うんうん、しっかりしますよねこれね。うん、小田一郎プラス10ポイントやった、プラマイゼロです。今のスケポイントを10ポイントゲットして、はい、所長ポイントはマイナス10ポイントそ, れそれぞれポイント分かれてるんですね。違うんだ、あ、違うの、出口さんどうでしょうか、はい、原点覚悟で、あの、原点覚悟 で, 覚悟で勝負しようと、あの、モノスケのとことかで思ったんですけど、うん、子供ってあんまりまだ感情表現が、メモリが少ないと思うんですよ、ね、うん、なるほど、メモリ、種類そう、ね、か、はい、湧き上がる感情みたいなものが泣くか怒るか、うん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 、みたいな、その間をよく絶妙な感情みたいなところを感じてるのに、泣く、怒るってしか表現できないみたいなのが、確かにすごいしっかり書かれてるなと思って、先生こだわりがあるのかなってずっと思って、なるほどね、うわ、うんうん、ここで寂しいってことを認識したんだろうな、あ、なるほど、そうかそうか、強がってたからね、ここまでは、マイナス10ポイント、マイナス10ポイントだ、覚悟していったから、まあ、せっかくなんでね、やっぱアーロン、はいはいはい、アーロンについて、アーロンは触れておきたいでしょうと、性格がカッチリしてると思うんですよ。ナミにもしっかり耳揃えて1億持ってきたら村をね、うんうん、売るよみたいな、うん、で、あとそのネズミに対しても毎回ね、来るたび払ったりとか、はい、律儀に物事を行ってるんだなって、うん、そういう細かさ、まあ、分からなくはないかもしれない、まあ、まあがあると思うんです。それは分かりますよね、なんとなく、ね、っていうのが、はい、体で表されてしまったシーンが僕あるんじゃないかと思って、体でそれがですね、ここです。え、シャーコンダーツシャーコンダーツそういうこと、どういうこと、見てください、姿勢良すぎない確かに確かに、そこ由来なんだ、じゃあこんなピンと張ること、確かにね、確かに俺はちょっと綺麗に見られたいんだっていう、なんか美意識というかピンポイントだ、1点しかないこれ、シャツが落ちないようにこうしてるんじゃない、それもありますねなるほど、結構ハタハタしてるからシャツを押さえてんの、うん、シャツがそういうこと、これがこうなるとずれるからね、見慣れてるから焦点ブレちゃうから、やらしい、空気抵抗で、ね、アロハを、うん、アロハを締めてじゃあ抜けやいじゃあ抜けや、それはアーロンの子のやっぱファッションなんだね、こだわりがある、そう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 、ここはやっぱりね、これちょっとあの性格とは関係ないんですけど、はい、この直後のコマ見てください、まずシャーコンダース繰り出してるんですよ、はいはいはい、どうやって加速したのあの状況から、ね、このだって固定されてるわけでしょいやいや、なんかやったんでしょ、それいやいやいや書いてないだけだろ、ね、これなんかチャーンって言ったでしょ無理じゃねっていうこの加速無理じゃねこのままね
まあちょっと入りが表したんですけど、ちょっと許して。え？いったん入りが表した。これなんでもないじゃねえか。振りなの振り。皆さん、はい、やっぱりルフィの好きな技といえば水ルフィですよね。は？やっぱりね。これですね。そう、水ルフィと。はい、水ルフィと。やっぱ冷静に、これやっぱおもろいですね。うん、まあ水ルフィとゲップと、まあ、ルフィはまあ水飲んじゃったよと。なんとアーロンパーク編でこの先駆け出てます。はい、嘘でしょ。ただですね、ルフィじゃないんです。はい、さあこの戦い、ウソップ VS チュウです。ちょっと見てってくださいね。はいはい、ウソップ隠れました。うん、ここさあ見てください。チュウさん、田んぼの水めちゃめちゃ吸います。さあ右下のコマどうでしょう。水チュウです。実はこの時点で水ルフィの子孫だ描かれてましたね。ルフィこれ見てないけど、そうウソップがさ、そういや俺はこんなやつと戦ったんだっていう話をルフィにしたんだろうね。したんだと思う。それいいなってルフィは思った。思って水ルフィありきの話になってるやん。もうこれおかしいでしょ所長。いや水チュウ、うん、いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。水チュウどうした？好きなんですよね、ここやっぱり。どうした、ね、第84話扉絵です。扉絵、はい、平和なほのぼのとした一部場面と見られていることでしょう、はい、ただ、うん、左奥海兵たちいますね。はいはい。いやこれ何の訓練やねん。いやこれ何、まあまあ、いやこれ確かに何の訓練って思いました。身近意味分からないでしょ。なんとかの構えみたいにやってんのかな、うん、これね。フェンシング的な動きなあれじゃないですか。じゃ あ, あのバラティエ編のゾロがルフィに対して誓った、うん、あれがかっこよすぎて、うん、それがこう伝令できて、伝わってないでしょ。ロロノゾロかっこいいって、やっぱロロノゾロに助けてもらったから、うん、ジャンプの表紙とかだとこういうポーズはよく表紙狙ってんだ。表紙の撮影、表紙狙ってんだ。月刊マリンだ、月刊マリン、はい、そ, うそれならわかるないけど君も海軍になろう。募集ね、改革されたよと、はいはい、解決しましたわ。よかったバスケ君の疑問解決。アーロンパーク編って、うん、ウソップが結構フューチャーされてると思うんですよ、はい、最初アーロンに勇んだりだとか、ね、まあ、逃げたりしながらも、うん、なんかやっぱ読者に寄り添った、うん、まあ、頑張ってるキャラなんだよっていうのが、より一層、ね、まあ、なんかやっぱこの編を通して、ね、超人ではない、うん、で、そう、で、そのウソップがやっぱ奮起するとこ、死んだふりしてるわけですよ、はい、まあ、ケチャップ星使ってね。でウソップはまあ言い訳を考えるわけなんですよね、うん、泥まみれてた方がまあリアルだなっつって、まあ泥塗ってね、まあ帰ろうとするわけ。ただその中で出会ってきたルフィとかみんなの顔をこう浮かべるわけですね。俺たちも仲間だろ、まあ嘘をこう言ってくんですけど、みっともれ、ちょっと待って魚やろって、まあ、ここで奮起するわけよ、はい、ね、はい、まあ、やっぱ思い出したから、はい、こんなみっともないことできねえと、まあね、自分だけこんな情けないのでいいのかと、できねえと。ここです、ここ。お、村を一歩出た瞬間からもう捨てたはずだ、平穏や安全なんて、毎日命あって生きてるから、あいつら本当に楽しそうに笑うんだ、おの思い浮かべている笑顔がルフィの笑顔なんですよね。おお、はい、だからやっぱりウソップっていうのはルフィが楽しそうに笑ってるからこそこの海賊になると決意したっていうのがやっぱここの一コマで描かれてる。なるほどね、めちゃめちゃ大事なところに気づいたね。何、これ所長の持論なんだけど、はいはい、あのたまに出てくる所長の持論シリーズ、はい、来た来た。少年漫画って、はい、基本やっぱ主人公が一番なんですよね、はいはい、当たり前ですけど、うん、みんなルフィ大好きだし、うん、ルフィをどんどん立てていくっていうのが少年漫画なわけですけど、うん、まあ、こうやってね関数続いていくと、はい、主人公のいない戦いとかもこうやってあるわけです、はい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 、もちろんウソップのことみんな好きだけどね、うん、そういう時に主人公をどう関与させるかなんですよ。はい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 、ウソップの頑張りなんだけど、うん、それがやっぱりルフィの影響であると、うん、いうことめちゃくちゃ大事なんですよ、うん、これが。そうなん、だからそれによってちゃんと主人公が立つんですよ、うん、これができてない漫画が多い。俺に向かって言われて漫画家なんて、俺に向かって言われて、知らん知らん知らん漫画知らん知らん、俺のせいちゃう。確かに僕も李兵が頑張ってね、そのタイからはぐれてすぐ諦めたりするんですけど、兄ちゃんでもね、そう、でも身体の中ですごいフル株で初めから真のそばにいて真を見てきたからこそ、同じ村だもんね、そう、めっちゃ熱入ってる。自分がその窮地に置かれた時真を思い出すんですよ。真はこんな状況でも前を向いてた、対象を見てきたが、長年見てきたが、いわゆる李兵なりのこの頑張りを見せることによって真のその凄さも引き立つという。確かに、やっぱり僕はキングダムすごいと思います。キングダム、ワンピワンピワンピ、だからもうワンピが始祖ですよ。
それ。そう、ワンピが師匠。あ、書いてた、はい、あ、書いてた。あ、よかったよかった。全然始祖ではないんだけど。もっとあるだろうけどね。ラストかな。はい、スケ君。はい、オーケー。じゃあキングダムの細かさ。違う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 、どれにしようかな。違う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 、どれにしよう。ワンピースでお願いします。わかりました、しょうがない。ベルメールさんの話しちゃいましょうよ。いいですね、ベルメールさん。髪型の話もやっぱりしたくて。なんだっけ髪型の名前。女は度胸。女は度胸の。女は度胸っすね、はい、すごい度胸あるよな。改めて考えてほしい、皆さん、この髪型にできますか。度胸あるよね。女は度胸だね。そう、一見すると、うん、このベルメールさんの髪型って、はい、その刈り上げに着目しがちなんですよ。そうだね、うんうん、それもちろんそうなんです、うん、ただ、うん、よく見てほしい、はい、この残してある髪、はい、途中で2箇所ぐらい束ねてるんです、ほうほうほう。これがどういうことか分かりますか。前ね、前髪ね、一番先端の部分、はい、ここ残してます、起点として、はい、ここ起点として3分の1ぐらい、ここでまず中継地点作る、またここの3分の1ぐらい中継地作って、で結んで最後後ろにブワッてこう。いやでもこれ言われてみれば確かに、どこが一番長くてどう束ねてるの気づかなかったでしょ。どうなってんのこれ。でこれ中継地点を作らなかった場合揺れるんですよやっぱり、はいはいはい、バサバサ。そうね、ね、実はすごく高度な整髪技術が使われている。細かいというかキモいね。もはやね、もはや、もはや小田さんはさすがに考えてる気はするよね。でしょ、まあ、確かに名前までつけてるくらいだからね。そうでしょ、 SBS に出すべきなんじゃない。今出したいぐらい。今普通こんなややこしい髪型しないもん。実用性の方がなんか高いなと思って、はい、こことここで揃えてたら、うん、こう来た時に、うん、ここに武器が挟まる可能性がない。何を言ってるんですか。ここに武器が絡め取れる。ここで絡め取って攻撃するんです。それもう熊取りだよ。それはもう生命期間使ってるよ。だからその子孫、生命期間の子孫、髪でこう志願やるあいつの子孫。子孫です。ベルメールさん髪は海兵だし、はい、さあそれでは、はい、出口さんに本日の MVK、はい、モーストバリアブル細かすぎる人。いやいやいや、最後全然日本語だけど人決めていただきます。 OK。 MVK は一体誰のどのエピソードでしょうか。出口さんお願いします。高橋さんのチャボを本当に。おーチャボ来たー。チャボか。ワノ国の時にすごいその桃之助のことが気になってて、うんはいはい、でここからだったかっていうのがすごい私の中の発見。なるほどなるほど、繋がったんだ。子供のね、話してたところがね、うん、では桃之助くんちょっと敗者の弁を、狙いに行ってしまったとこもあったのかなっていう。細かい方に行けば行くほどやっぱり周りが見えなくなり、うん、でも髪型とかもうよくわからん。自分で言っといて。はい、ということで、はい、今回はアーロンパーク編の細かすぎて伝わらないワンピース好きなシーン発表会でございました、はい、次回もこの動画に仲間がいるよ。ワンピース仲間がいるよ YouTube では今後もワンピースに関わる様々な企画をやっていきます。高評価、通知ボタン、チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。次回もこの動画に仲間がいるよ。